ラグビーワールドカップ2023フランス大会の開幕まであと約1ヶ月となり、日本代表がプールステージで戦うライバルたちのチーム状態も気になることろ。準々決勝進出へ向けて最も難敵となりそうなイングランド代表は、サマーネーションズシリーズの初戦に臨み、カーディフで現地時間8月5日にウェールズ代表と対戦し、9-20で敗れた。 イングランドは FB フレディ・スチュワードや CTB 上マーチャントなどが力強い走りで何度かチャンスメイクしたが、決め手を書き、最後までウェールズの剣士を崩せずノートライ。ラインアウトは5本失敗し、スクラムでも押されるシーンがあり、フィジカルバトルでも圧倒できなかった。また、10番をつけた SO マーカス・スミスは SH との連携ミスもあり、流れを変えることができなかった。一方のウェールズは、 キャプテンを務めた23歳の FL ジャック・モーガンが25回のタックルを放つなど、ひたむきなハードワークが光った。34歳のベテラン f b リーハーフペニーはウェールズ代表として100キャップ到達となり、安定したゴールキックなどでチームの勝利に貢献したワールドカップ2大会連続の8強入りを狙う日本代表がプール戦最後に挑む南米の U、アルゼンチン代表は、 今週末は地元ブエノスアイレスで南アフリカ代表と対戦し、13から24で競り負けた。アルゼンチンは前半23分、敵陣深くでペナルティキックを得ると、SH ・ゴンサロ・ベルトラノーがクイックタップから速攻を仕掛け、トライ。粘り強いディフェンスもあり、前半を10対3で折り返した。しかし、ワールドカップ連覇を目指す南アフリカは、一人少ない状態で後半を迎えながらも、 CTB ジェシー・クリエルがディフェンダーを引きつけて FB ダミアン・ビレムサの突破をアシストし、WTB マカゾレマ・マピンピにつなぎトライを獲得。コンバージョンも決まって同点に追いつくと、その数分後には SO ・マニーリボックのピンポイントのキックパスを受けた WTB ・キャナン・ムーディがゴールに持ち込み、勝ち越した。アルゼンチンは後半ノートライに終わり、 38歳のホー・アグスティン・クリービーが同国初の100キャップホルダーになった記念の試合だったが、勝利で飾ることはできなかった。その他、2週間前に札幌で自信をつけ、ワールドカップでも打倒。日本を掲げるサモア代表は、8月5日は地元アピアでトンガ代表と対戦し、34対9で快勝している。そして、ワールドカップ初出場に燃え、 初戦で日本代表に挑むことになっているチリ代表は、先週は敵地で格上のウルグアイ代表相手に25対26と競ったものの、今週末は地元アントファガスタでアルゼンチン15、代表予備軍23対40で敗れた。